どうもこんにちは。舞姫大学の特別講義。今回はですね、タイトルの付け方。これね、私のね、得意分野なんですね、実はね。タイトルを付けるというところで、私のね、運営している即下塾。これもいいタイトルの付け方だと思いませんかいや、私ね、生涯で一番これはいいだろうみたいなアイディアの一つが、即下塾っていう自分の運営するネットビジネススクールのね、塾のタイトルなんですよ。まあ、まずね、短い。 即稼ぐ塾。短いでしょ ?3 文字ですからね。3文字の中で、あこれは早く稼げそうだなっていうふうなね、イメージを与えて、そして実際に早く稼げる方法を提供する塾ですからね。即下塾。なかなかいいなと思いながら10年使ってますけども、これからもね、即下塾1本でやっていこうかと思います。そしてですね、FX 専門のチャンネルも持ってますけども、そちらの方がね、FX オリガルヒ。オリガルヒといえば、 例ののねロシアの新興財閥の名前ですよ新興財閥急に金持ちになっちゃった人一部非合法でねでそれをオリガルヒっていうふうにちょっとねアンダーグラウンドの雰囲気も醸しながら FX っていうね投資の世界のことをこう案に示しているかなっていうところですね FX オリガルヒしかもオリガルヒっていうのは聞いたことがあるような名前だと思うんですよだからちょっと金持ちを彷彿させるねでまあソビエト連邦からロシアに切り替わった時に ソビエト連邦国営だった企業を個人が所有することによって資本主義の台座を作ったそういう風なねあの成金の本当の成金ですよまあ国の財産を奪って個人のものにしたっていう風なね、まあ、そんなあ意味もあるかもしれませんでも FX ってねそんな部分あるでしょトレードをして誰かの資金を奪ってくるわけですよまあそういう風なね 合法的盗賊とでも言ったら言い過ぎかもしれませんけども FX のその厳しさとそれからまあそうですね夢とか希望っていうのを示してるかなと思いますよね FX オリガルヒであとはね日々の動画のタイトルとかですけどもやっぱりね期間を示すものと数量を表すものを数字を入れていくとすごく響きやすいのかなと思いますよねうんそれはあくまでも視聴者さんに対して訴えかけることそして 例えば YouTube のタイトルでしたら必ずタイトルタグっていうのが入るんですよね。YouTube のタイトル欄っていうのは YouTube に拾い上げてもらって多くの人に拡散させるべき、えそういった SEO 対策も含まれてますので、やっぱトレンドワードを使っていく必要があるかなと思いますよね。まあ今でしたらね、覆面強盗みたいなのね、ありますけどもね。なんかその銀座かどっかのね、あの時計屋さんに。 10代の強盗が惜しいって、そのやり方があまりにも稚拙だったということで、まあどうにもならんなというところですけども、そういうふうなね、覆面強盗的な、なんとかかんとかっていうタイトルをつけたりとかね、すると、覆面強盗が、まあ,あのタイトルタグに上がりやすいかなと。まあでもこういったタイトルがね、なんか狙い目になるのはちょっと情けないことですよね。もっといいねあの、楽しいタイトルが上位に上がってくるといいんですけどね、なんか夢や希望があるような事件はないですか、最近。ね。 誰、うん、誰それと誰それれとが結婚しましまたみたみいなね、まあ、結婚っていうのはね今の時代に結婚がハッピーだって言ったらまたね反発食らいそうですけどもね一体何すりゃいいんだって話になりますよでもそうなるといい話じゃないのか消費税が消滅しましたみたいなねそんなあのタイトルタグとかハッシュタグが飛び交うような世の中になってほしいなと思うわけですけどもインボイス反対みたいな感じで私もインボイスには参加しないでおこうかと思います。それでではは本日は以上でございいますっってらっしゃい